皆様、本日はご多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日このしぼば展示会の司会を担当させていただきます、ラジオ日経アナウンサーの大関俊と申します。本日はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは早速各しぼばのご紹介へと移りたいと思います。本日最初にご紹介するのは教養2年目となるゴールドドリームです。父ゴールドアリュール、母モンベール、その父フレンチゲッティです。昨年はおかげさまをもちまして日高管内で最多となる212頭の繁殖牝馬に配毛することができました。この場を借りて御礼申し上げるとともに、配毛のご希望をいただきながらもその希望に沿えなかったたくさんの方々にお詫び申し上げます。日本のダート競馬は個性豊かなトップホースが次々と現れてきますが、この馬は2歳12月のデビュー戦から引退レースとなった7歳12月のチャンピオンズカップまでの約5年間さまざまな世代の馬たちと戦いながら日本のダート競馬を盛り上げてくれました。その武器は雄大な馬角から繰り出されるパワフルなスピードと瞬発力、そして旺盛な勝負根性と使いべりしないタフな体力でした。特に得意としていたのが東京競馬場の 1600m のコースで6戦して3勝2着3回、3度のフェブラリーステークスは1勝2着2回。ご存知の通りこの舞台はスタート部分が芝コースになっておりますが、そこでトップスピードまで持っていけるスピード能力の高さは必ずや守護馬として大きな武器になると考えています。コパノリッキー、そしてテイエム迅速を力でねじ伏せた4歳児のチャンピオンズカップも素晴らしいものでしたが、6歳秋のチャンピオンズカップではインティやチューアビザード、オメガパフュームを置き去りにしてクリソベリルとクビサの一騎打ちを演じています。こうした異なる世代の馬たちを相手に見せた高い能力もまた守護馬としての成功を占うときには不可欠なファクターと考えています。種付け料は受胎確認後150万円と設定させていただきましたが、すでにおかげさまをもちましてたくさんのお申し込みをいただき満口とさせていただいております。種付け状況によりお申し込みを再開させることもありますので、その際はまたよろしくお願いいたします。はい、最優秀ダートホースに輝いたゴールドドリーム、ご覧いただければ分かると思いますが、胸が深くて筋肉にギュッと力が入るタイプのしぼばです。この強靭な肉体から繰り出される強烈な差し足で5つの G1 タイトルをもぎ取りました。すでに結果を出しているゴールドアリュール系のスマートファルコンやエスパールシティ、コパノリッキーは前で運んで押し切るタイプでしたが、このゴールドドリームはコースを問わず直線で豪快に伸びてきました。品系は5代母のスペシャルからつながるアメリカのスピード血統で、母の父はサウンドトゥルーを送り出したフレンチデプティ、このゴールドドリームはアメリカのトップサイヤーを彷彿させる馬体を誇っています。これまでのゴールドアリュール系のしぼばのイメージとは全く違うタイプなので、サンクたちは爆発的な活躍を見せるかもしれません。良い馬が生まれると思いますので、ぜひレックスのオーナーズクラブの仕入れ担当者にお声掛けください。以上ゴールドドリームでした。続きましては教養2年目となりますブルドッグボスです。父はダイワメジャー、母はリファールカンヌ、その父はデインヒルです。母リファールカンヌは世界的な名手母馬デインヒルが1年間だけ日本でリース教養された時の産駒です。デビューは中央競馬からでした。2歳10月の京都競馬場、すでに当時500キロを超える雄大な馬体でダート 1200m 戦を5馬身差で圧勝しています。ダートの短距離レースに高い適性を見せた本馬は4歳になってウズマサステークス、そして千葉ステークスとダート 1200m のオープン特別を連勝。その後ブルドッグボスはダートグレード競争へと挑み、柿つばた記念2着、
クラスターカップ2着と健闘。さらなる活躍の場を求めて5歳の夏からは浦和競馬に移籍します。転入2戦目のクラスターカップで地元の雄ラブバレット以下を下して重賞初勝利を記録。その後もダートグレード競争の常連として全国の競馬場を渡り歩き、7歳の秋地元浦和競馬場で行われた JBC スプリントでは早めに抜け出したコパノキッキングをゴール前で捉え G1 競争に優勝しています。本場の3代母バーブスボールドはアメリカそしてフランスでチャンピオンサイヤーとなった名種牡馬リファールの半枚という血統で NHK マイルカップに勝ち、日本調教馬として初めて欧州の G1 競争に勝ったシーキングザパールの祖母という血統。オーストラリアの二冠牝馬マジカルミスも同じファミリーです。仕上がりの速さと使い目にしないタフさは自身がその競争生活の中で証明しており、骨太で筋肉質の馬体も3区に受け継がれるものと確信しております。名種牡馬ダイワメジャーの牡馬の代表3区ブルドックボスにどうぞ配合の検討をよろしくお願いいたします。種付け料は受胎確認後80万円です。はい、ポストサウスビグラスの期待がかかるブルドックボス、連覇がかかった2020年の JBC スプリントでは絶望的な出遅れから直線だけで追い込んで3着となりました。ゲートをまともに出ていれば連覇を達成したのではないかと思われます。ダイワメジャーの子は早い時期に完成する早熟型が多い傾向がありますが、ブルドックボスが本格化したのは3歳の秋以降で、8歳の暮れまで一戦級で走り続けました。かなりの成長力を持った競走馬だったと思います。種牡馬としてもダートの短距離の大本命だったサウスビグラスが亡くなった後、中央と地方で大活躍したこの馬がそのポストにつく可能性も大いにあると見ています。2歳のデビュー時に510キロ、多くのレースで520キロ前後の体重で出走したように体格も申し分ありません。母の父はスーパーブルードメアサイヤーのデインヒル。このブルドックボス大成功の可能性を秘める大いに楽しみな種牡馬ですのでよろしくお願いします。以上ブルドックボスでした。エイシンフラッシュです。父キングズベスト、母ムーンデリー、母の父フラフィーです。今年は5世代目の3区おにゃんこぽんが父親譲りともいえる目の覚めるような瞬発力で1月に京成杯に優勝し、京成杯史上2組目となる親子制覇を成し遂げています。この馬は母の父が現役時代のライバルだったビクトワールピサ、祖母がイギリスのマイル G1 サンチャリオットステークスを3連覇したサプレザという血統ですから、皐月賞そしてダービーを狙える存在だと考えています。エイシンフラッシュの武器はサラブレッドとしては究極ともいえる瞬発力でした。その武器で日本ダービーと秋の天皇賞など重賞4勝、日本ダービーでは史上最速の上がりタイムサンハロン32秒7を記録し、106年ぶりの天覧競馬となった秋の天皇賞では上がり33秒1、黒影の馬体を躍動させたようなその走りは今も多くの方々の記憶の中で色褪せることはありません。またその高い競争能力は国内のみならず、香港の G1 クイーンエリザベス2世カップでも3着と国際水準にあったことをエイシンフラッシュ自身が示しています。これまでのエイシンフラッシュ3区を調べてみますと、最大の武器はやはり2000ギニー優勝馬であるキングズベストから受け継がれる究極のスピードだと考えています。冒頭で名前を挙げさせていただいたおにゃんこぽんのほか、昨年の中山金牌2着の心の到来、大阪城ステークス2着のアーレントリーなどがいる一方で、阪神競馬場の芝 1400m のレコードタイムを記録した快速馬カリオストロや伊達天ステークスに勝った玉の名刀などもエイシンフラッシュ3区らしい3区かもしれません。しかし改めてその血統表を眺めますと、そのサイヤーラインは
キングカメハメハと同じキングマンボ系で、決闘表内にはサンデーサイレンスの名前を見つけることができません。そしてこの馬にはサンデーサイレンスと相性が良いことが知られているドイツの血脈が豊富に流れています。ぜひサンデーサイレンス系繁殖牝馬とエイシンフラッシュの配合をご検討ください。種付け料は受胎確認後80万円となっています。はい、オープン馬が続出、重賞勝ち馬も登場したエイシンフラッシュ。3区は金星の取れた体型の馬が多く、芝での活躍が目立っていますが、昨年はダートでも中央で16勝を挙げていて、今年も1月22日に牝馬のクリノフラッシュが3勝クラスのダート 1800m 戦を勝ってオープン入りしました。足をためて末足を爆発させられる芝の 2000m 戦が最高の舞台となりますが、直線 1000m 戦でオープンを勝った玉も名刀、芝 1200m 戦でオープン入りしたメリーメイキングといったスプリントでトップクラスまで出世する馬も出ており、まさに万能種馬場と言えるでしょう。エイシンフラッシュ本馬は490キロ前後で走っていましたが、3区も470から500キロ台の立派な馬が多く、足元がとても丈夫で2歳戦から勝ち上がります。そして3歳以降に本格化して着実に勝ち星を積み上げていきます。これまで5世代の馬が走って13頭ものオープン馬が誕生、先週もビップウィンクが3勝クラスの芝 1400m 戦を勝ってオープン馬の仲間入りをしています。おにゃんこぽんの重賞勝ちを含めて子供が5つのオープン競争を制しているのは、種馬として確かなポテンシャルの証明と言えるでしょう。エイシンフラッシュ、今後も大いに期待できる種馬だと思います。ぜひよろしくお願いします。以上、エイシンフラッシュでした。続きましては、本年からここレックススタッドで種馬生活をスタートさせる2頭をご紹介いたします。まずは生まれながらに種馬となることが約束されていた究極の良血馬、谷のフランケルです。父はフランケル、母はウォッカ、その父谷のギムレットのアイルランドサンバです。父のフランケルは競馬史に残る名馬で、欧州年度代表馬2回、イギリスで10の G1 競争を含め通算成績は14戦14勝。その競争キャリアの中で中心になったのはマイル戦で、7つの G1 競争を含み9勝。14戦のキャリアで2着馬につけた着差は76馬身以上。この馬がモンスター怪物と呼ばれるゆえんでもあります。日本の競馬とも相性が良く、ソウルスターリング、モズアスコット、そしてクレナリアガーズと芝、ダート、1600m、2400m の G1 勝ち馬を送っているほか、ミス・エルテが新馬戦ファンタジーステークスを連勝しています。母・ウォッカは日本ダービーに勝った助決です。そんな両親の間に生まれた谷のフランケルは2歳8月新潟競馬場の芝 1800m 戦でデビューします。このレースでは528キロという恵まれた馬体ながらも抜群のダッシュ力を見せて、一度は花を奪いますが、行きたい馬を行かせての3番手追走、最後は内外で離れた叩き合いになって敗れはしましたが、高い競争センスを垣間見せた一戦でもありました。続く2戦目であっさり勝ち上がり、3歳春の自己条件戦では逃げて4馬身差の圧勝、コバ混合の西武スポニッチ賞も4馬身差で勝ち上がり、3歳シーズンの締めくくりとして新オープンの大原ステークスでは離れた2番手追走からゴール寸前で図ったように差し切り勝ち、新しい一面を見せてくれています。その後は手を伸ばせば重賞制覇というところまで来ましたが引退、こうして皆様にお披露目させていただくこととなりました。目標だった重賞タイトルの獲得は3区に託しての引退となりましたが、どうか皆様の生産馬で谷のフランケルの果たせなかった夢を叶えてください。種付け料は受胎確認後30万円です。はい、誰もが注目する世界的良血馬谷のフランケル、スーパーホースであるフランケルと
ダービー馬の母、ウォッカの間に生まれた子らしく、非常にたくましい馬体の持ち主です。オープン入りを果たした直後に、中山金杯でウィンブライトから僅差の3着となり、続く小倉大商店でもタイム差なしの2着となるなど、実力は間違いなく重賞クラスでした。フランケルはヨーロッパと日本で G1 馬を次々と送り出していて、今年の種付け量は大台の20万ポンド、約3000万円まで上がりました。フランケルは母の父としても日本競馬との親和性が高く、先週日曜の東京ゆりかもめ賞で母の父にフランケルを持つジュラメンテ3区レバンジルが差し切り勝ちを演じ、クラシック先生に名乗りを上げました。この谷のフランケルから父フランケル、母ウォッカのどちらの素晴らしい遺伝子を子供たちが受け継ぐのか、今からとても楽しみです。なお同じフランケルを父に持つ本場の前提セブンポケッツがおとといイギリスで走り快勝しています。谷のフランケルともども今後にぜひご注目ください。以上、谷のフランケルでした。続きましてご紹介するのはゴルトマイスターです。父ゴールドアリュール、母ナスケンアイリス、母の父フレンチデピティです。本馬の初戦は2歳10月の京都競馬場オダート1800m、 デビュー戦の馬体重は562キロ。デビュー前から大物と噂されていましたが、レースでもその期待にたがわぬ大物ぶりを発揮して2着に 0.6 秒差をつける楽勝でした。その後脚部不安に見舞われて2勝目は3歳4月の自己条件戦になりますが、ここでも2着馬に6馬身差の逃げ切り勝ち。続く6月の三浦特別では格上げ初戦、そして初めて小馬との顔合わせということになりましたが、そんなことは全く意に介さず4馬身差の逃げ切り勝ち。クラスが上がったことを全く感じさせないスピードと底知れない能力の一端を見せてくれています。4勝目の12月のフォクソーステークスの後に左膝の関節面の骨折が判明し、半年ほどの休養を余儀なくされますが、復帰戦に選ばれたアハルテケステークスでは休み明けの格上げ初戦、初のオープン馬との対戦という厳しい条件の中で勝ち馬と同タイムの3着、重賞級の能力を見せてくれましたが、続くジュライステークスの後今度は右膝を骨折。一度は復帰したものの慢性化した脚部不安には勝てずに守護馬入りとなりました。母ナスケンアイリスは高松宮記念などに勝った星雲構成の藩士、自身は参戦のみの競争生活でしたが、繁殖牝馬として本馬のほか東京大賞典3着、マイルチャンピオンシップラム杯で3着のモジアナフレイバーを送りファミリーを広げています。祖母オブザーバントは第1回 NHK マイルカップ優勝はタイキフォーチュン、2002年のニュージーランドトロフィー優勝はタイキリオン、そして1999年のクリスタルカップ優勝馬で、NHK マイルカップ優勝はクラリティスカイの祖母となるタイキライヤの販売。一族にはクラリティシティの名前もあります。種付け料は受胎確認後30万円または産駒誕生後50万円です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、超ド級の馬体の持ち主ゴルトマイスター、父がゴールドアリュール、母の父がフレンチデピティ、ミスタープロスペクターが入る品系で、ダートの 1600m と 1800m 戦を得意とするなど、大人気のゴードドリームと同じ特徴をいくつも持っています。カタログの52ページを見ていただければお分かりの通り、活躍馬が続出しているなかなかの品系の出身でもあります。足元を痛める前の走りはゆくゆくは G1 取りをと大きな期待を持たせる圧巻のパフォーマンスでした。雄大な馬体を持つゴールドアリュール3区、このゴルトマイスターがどういう子供を送り出してくれるか非常に楽しみです。以上、ゴルトマイスターでした。足も全然白いとこない。続いての登場はスマートファルコンです。父ゴールドアリュール、母ケイシューハーブ、その父ミシッピアンです。現役時代には日本、
そしてアラブ首長国連邦で出走して34戦23勝2着4回3着1回東京大賞典連覇など6つの G1 競争を含むダートグレード競争19勝は今も他の追随を許さない日本記録となっています。守護馬として昨年デビューした現3歳世代が6世代目の3区となります。最近は3区の成績も右肩上がりです。そしてついに昨年3世代目の3区オーベルニュが待望の JRA の重賞制覇を飾りました。父譲りの先行力を武器に昨年の東海ステークスに勝ち、平安ステークスは1分54秒7のレコード勝ち。連覇を狙った今年の東海ステークスは惜しくも2着でしたが、ハイペースを追いかけながらもゴール前まで見せ場を作って健在ぶりを発揮しました。コーランステークスを勝ち、 G3 アンタレスステークスで僅差4着のリワードアンバル、3勝クラスのフェアウェルステークスを勝ってオープン入りした湘南アニメ、3連勝で岩室温泉特別を勝ったシャマンなどが活躍中です。地方競馬では4世代目の3区ティーズダンクは全日本2歳優駿3着の後、3歳時に東京ダービー3着の後、戸塚記念に優勝。昨年はマイルグランプリとゴールドカップに優勝し、ダートグレード制覇に手が届く存在になっています。さらに5世代目3区の4歳馬チサットは南関東の重賞京浜杯に勝利するなど、3区は2017年から昨年まで5年連続での重賞勝利を記録しています。こうした3区の成績が評価され、昨年の北海道一歳市場ではサマーセールでは1600万円、セプテンバーセールでは1300万円で取引されたのを筆頭に、上場された10頭中8頭が落札されるなど、購買者の方々からもご好評をいただきました。先にご紹介させていただいた通り、コースの形態や砂質に影響されることなく、全国の競馬場で結果を出し続けている本馬をぜひ配合馬の一頭としてご検討ください。種付け料は受胎確認後50万円または産駒誕生後80万円です。はい、年を経るごとに産駒成績を伸ばす異色の種牡馬スマートファルコン、ここに来て産駒の活躍が目立っています。本馬はレースを重ねながら力をつけて本格化した際には無類の強さを見せましたが、種牡馬としても万世型なのかもしれません。初年の産駒となる現8歳馬から4世代で5頭の JRA オープン馬が出ており、オーベルニュは G2、G3 を勝ってリステッドを2勝ととても立派な成績で、あとは G1 タイトルを取るだけという状況です。昨年は地方競馬でもティーズダンクが12月のゴールドカップでモジアナフレイバーを破り南関東の S1 競争を制覇、チサットは大井の京浜杯を勝ちました。スマートファルコンは成長力がある分柔らかい子を出しますので、パワー型の種牡馬を父に持つ牝馬に配合すると大物誕生の確率がぐんと上がるように思います。オーベルニュの母の父は谷野ギムレット、ティーズダンクはキングカメハメハ、チサットはアジュディケーティングとなっております。成功の方程式はすでに完成しているかもしれません。スマートファルコン、今年もよろしくお願いいたします。以上、スマートファルコンでした。初年度3区が待望のデビューを迎えます。ビーチパトロールです。父はレモンドロップキット、母の父はクワイエットアメリカンです。現役時代は先行力を武器にアメリカの芝中長距離重賞で活躍し、19戦して3つの G1 競争を含み5勝、2着7回3着3回と堅実な成績を残しています。本馬は2013年キーンランド社ノベンバーセールの取引馬です。2歳11月にアメリカのフェアブラウンズ競馬場でデビューした以降は終始一貫して芝路線を歩み、先行力を武器に活躍しました。重賞に初めて挑戦したのは3歳5月のアメリカンターフステークスでした。
ここで2着と検討した後、8月のセクレタリアトステークスは早め先頭から押し切り、重賞初勝利を G1 の大舞台で飾っています。その客室からどうしても目標にされることが多く、その後も構想を続けていましたが、重賞2勝目は4歳8月のアーリントンミリオンでした。このレースでは2番手追走からゴール前で半馬身ほど抜け出して優勝、続くターフクラシックでは後続に5馬身差をつけ3つ目の G1 タイトルを手にしています。アメリカのターフランナーにとっての最終目標のブリーダーズカップターフでは、連覇を狙ったハイランドリールと人気を分け合う存在となり、2番手追走から早め先頭に立つ積極策でハイランドリールを首下抑えたものの2着に惜敗。その後も日本産ハーツクライ産駒吉田の2着となるなど、 G1 で2戦した後に引退し、ここレックススタッドに迎え入れられました。父は2000年のアメリカコバボバチャンピオンのレモンドロップキッド、日本で出走した産駒はオープンカトレアステークス勝ち馬レモンポップをはじめ、ダートで堅実な成績を収めています。本馬自身はとても身のこなしが柔らかく芝向きという印象ですが、血統からはダート適性の高さも感じます。皆様の配合でぜひこの馬の可能性を引き出してほしいと思います。サンデーサイレンスの血を持たない芝の中距離チャンピオンです。ぜひ皆様の繁殖牝馬の配合相手にご検討ください。種付け料は受胎確認後80万円です。はい、初年度産駒がデビューの年を迎えて注目が集まるピチパトロール、アメリカで G1 時12回出走し、3勝2着4回、3着2回、 G1 12走中3着以内9回という素晴らしい安定感を見せました。馬体をご覧ください。丈夫そのものといったスカッとした足元で、状態もとても均整が取れています。初年度産駒となる2歳馬がいよいよデビューの年を迎えます。私もレックスのオーナーズクラブで子供を何頭も管理していますが、ほとんどの馬がこのビーチパトロールに似て足が黒く、骨や腱がとても丈夫です。搭載時から今まで見るたびに馬が良くなっていて、父譲りの成長力を感じています。早めのデビューからうまく活躍させて種付けしてくださった生産者の皆様をバックアップしていきたいと思っております。ビーチパトロール、今年もよろしくお願いいたします。以上、ビーチパトロールでした。では続けてご紹介してまいります。続きましては教養3年目を迎えます、アポロケンタッキーです。父はラングフール、母の父ゴーンウェストです。現役時代の最高馬体重578キロという大型は、雄大な馬格から繰り出される力強い走りで日本、そしてアラブ首長国連邦で走り、その通算成績は37戦9勝、2着7回、3着3回、6頭の G1 勝ち馬が顔を揃えた東京大賞典を含め、3つの重賞競争に勝利しています。本馬は2013年、キーンランドセプテンバーセールの取引馬です。デビューは2歳10月の京都競馬場の芝 1400m 戦。このレースでは2番人気に支持され、34秒台の末足を繰り出したものの、勝ち馬から本馬2秒差の2着。初勝利をデビュー戦で飾ることはできませんでしたが、仕上がりの速さと芝の適性を垣間見せています。4歳時にオープン入りすると、その秋には宮古ステークスで待望の重賞初制覇を果たしました。そして迎えた暮れの東京大賞典では、後位追走から早めに先頭に立って、この年のチャンピオンズカップの1、2着馬、そして帝王賞の1、2着馬の4頭を従えて G1 初制覇を飾っています。父ラングフールはアメリカのチャンピオンサイヤーに3度輝いたダンチヒの直子で、カナダのチャンピオンスプリンターでした。現役時代にはカナダからアメリカへと主戦場を移し、3つの G1 競争を含み重賞4勝、守護馬としても
カナダの三冠馬バンドなど芝ダート双方で G1 勝ち馬を送っています。アポロケンタッキーは2歳10月のデビューから7歳の秋まで大きな故障をすることなく走り続けたタフで健康な馬でした。それは狂いのない骨格が無駄のない動きを可能にしているからに他なりません。教養初年度2年目も配合数に恵まれており、その中から市場で注目される馬、そして競馬場で活躍する馬が出てくることが期待されます。種付け料は前払い条件10万円または受胎確認後20万円産婦誕生後30万円です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、抜群の馬っぷりで豊富なスタミナを誇るアポロケンタッキー、2歳の10月に530キロでデビューして2歳の12月までに5000した丈夫で仕上がりの早い競走馬でもありました。そこからさらに成長して小馬になってから560から70キロで毎回走って、とにかくパワフルでスタミナは無尽蔵ではないかと思いました。バリバリのダート血統で配合もしやすいですし、体格もすごいので自身と同じくダートのチャンピオンを送り出してほしいと思います。初年度産駒となる今年の1歳馬は50頭生まれていますので、立派な馬体を引き継いだ子どもたちが今年のセールを盛り上げてくれるんじゃないかと思います。スピードタイプの牝馬との配合でスピード能力を強化するのもいいと思いますし、スタミナ型との配合でスペシャリストを作るのも面白いと思います。アポロケンタッキー、今年もよろしくお願いいたします。以上、アポロケンタッキーでした。教養3年目を迎えます。エピカリスです。父ゴールドアリュール、母スターペスミツコ、その父カーレギーです。デビューは2歳8月の新潟競馬場ダート 1800m の新馬戦、クリストフルメール騎手を鞍上に迎え終始危なげないレース運びで見事1番人気に応えています。続くプラタナス賞も楽勝し、挑んだのは紋別競馬場の G3 北海道2歳優秀でした。ここでは翌年の東京ダービー、そして続くジャパンダートダービーを勝って NAR グランプリの年度代表馬に選出される東ウィルウィンに2秒4の差をつける大差勝ちを記録しています。2歳シーズンを3戦3勝で終えたエピカリスの3歳シーズン初戦はヒアシンスステークス、ここで危なげなく勝利を積み重ねるとアラブ首長国連邦で行われる UAE ダービーへと向かい、後にドバイワールドカップを2連覇するサンダースノーとレース史上に残るマッチレースを繰り広げます。頭差で2着と敗れたものの、この敗戦はエピカリスの評価を下げるどころか健闘を称えるものになっています。その後アメリカの三冠クラシック最終戦となるベルモントステークスへ挑戦し人気馬となったものの、レース直前になって右前肢破壊のため無念の出走取り消しという悔しい結果となりました。その後復帰戦のレパードステークスこそ実力の片鱗を見せましたが、思うような結果を出すことができませんでした。2020年春からここレックススタッドで守護馬となっています。種付け料は受胎確認後30万円または産駒誕生後50万円です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、3歳春まで4戦4勝、世界の舞台でも好勝負を演じたエピカリス、足が長くてとても軽いアクションをする馬です。1歳時から垢抜けた馬体が目立っていて大物感を漂わせていました。 UAE ダービーではサンダースノーに頭差負けましましたが、すごくいいレースを見せてくれました。去年度は88頭の牝馬に種付けを行い、1歳馬は60頭生まれています。その中から父に続いて世界に挑戦するチャンピオン級が出てくれればと期待しています。エピカリス、今年もよろしくお願いいたします。以上、エピカリスでした。続いての登場は教養3年目を迎えますミッキーグローリーです。父ディープインパクト、母メリッサ、その父ホワイトバズルです。
母は G3 北九州記念を勝ったメリッサ。前提には一昨年のスワンステークスなど G2 を2勝した勝地がいる血統です。本馬はどちらかといえば小柄な馬が多いディープインパクト3区の中でも馬格に恵まれ、2歳8月のデビュー戦では500キロでの出走となりました。3戦目に東京競馬場の芝1400メートル戦で勝ち上がり、3歳春には中山競馬場の芝1600メートル戦で2勝目を挙げています。途中脚部不安のため1年半にも及ぶ休養などがありましたが、復帰すると5歳の秋に京成杯オータムハンデで重賞初挑戦ながら堂々一番人気に応え重賞初勝利を挙げました。その後マイルチャンピオンシップで G1 に初挑戦すると不利を受けながら出走メンバー最速タイとなる33秒4の上がりタイムを繰り出し、勝ち馬に本馬2秒差の5着と健闘しました。6歳夏の関谷記念では9ヶ月ぶりの実戦にもかかわらず自身最速の上がり32秒2の末足で2つ目の重賞タイトルを獲得しています。本馬の約4年間の競争生活は脚部不安との戦いでしたが、重賞で3戦2勝、敗れた実戦も G1 で5着とその潜在能力は計り知れないものがありました。種付け料は受胎確認後30万円、または産駒誕生後50万円です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、次元の違う末足で幅をごぼう抜き、未完の大器ミッキーグローリー。このミッキーグローリー、すごい足を使う馬で、最終戦となった関谷記念では上がり3波論32秒2の末足で直線だけで15頭をごぼう抜き、度肝を抜かれる豪快な勝ちっぷりを見せました。初年度は68頭、昨年は64頭の牝馬と種付けを行いました。マイルチャンピオンシップを取りこぼしたような形で G1 タイトルのない中での種付け頭数ですので、生産者の皆様もこの馬に期待していただいているものと思われます。貴重なホワイトマズル、ダンシングブレイブに加えてトニービンの血も入っています。ミッキーグローリーご覧ください。とても立派な高馬体、足元さえ痛めなければと思わせる一級品です。先物買いをするなら今がチャンスだと思います。ぜひ配合相手にご検討ください。以上ミッキーグローリーでした。続きましては、昨年からこのレックススタッドに移動してきましたノベリストです。父はドイツの司法モンズーン、母の父はラグナスです。本馬は4歳シーズンに無敵の快進撃、キングジョージ6000&クイーンエリザベスステークスではハービンジャーが記録したレコードタイムを一気に2秒以上も短縮する2分24秒6の勝ち時計で欧州古馬戦線の頂点に立ちました。その後目標を凱旋門賞に絞り、秋初戦のバーレン大賞も優勝しましたが、体調を崩し凱旋門賞前に引退が発表されて日本で死後馬となりました。これまでデビューした3区はラストドラフト、資生秘典、コスモカレンデュラ、ベスターバルト、バルコスなどがオープンで活躍しています。中でも2世代目の3区で京成杯の優勝馬ラストドラフトは5歳となった昨年もアルゼンチン共和国会2着を経て出走したアメリカジョッキークラブカップ3着と重賞戦線で活躍しています。3区はどちらかといえば芝の中長距離向きという評価が定着しつつあったところ、4世代目の3区のゴッドセレクションは伏流ステークスに勝って兵庫チャンピオンシップ2着、ジャパンダートダービーも勝ち馬と同タイムでの2着と新境地を切り開きました。当スタッドに移籍した昨年は一昨年を超える配合申し込みをいただきました。配合次第で芝、ダートの多様な距離で活躍馬を輩出できる可能性があります。今年度の種付け料は受胎確認後50万円です。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上ノベリストでした。
ての入場はパドトロワです。ここから落ちる。父スウェプトオーバーボード、母の父藤木関です。現役時代は短距離予選で安定した成績を残し、4歳児には G1 スプリンターズステークスで2着、5歳児にはアイビスサマーダッシュキーンランドカップに勝ってサマースプリントシリーズのチャンピオンにも輝いています。また6歳児にも函館スプリントステークスに勝利するなど息の長い活躍を見せました。父スウェプトオーバーボードはエンドスウィープの後継種馬として日本に輸入され、3区にはスプリンターズステークスを連覇したレッドファルクス、帝王賞を制して昨年末には東京大賞典4連覇を達成したオメガパフュームなど、あらゆるジャンルで重賞化チーマを輩出しています。昨年この展示会の時にご紹介させていただきました初年度3区のダンシングプリンスが、昨年4月のリステッドレース慶応ステークスを逃げ切った後、そこから8ヶ月ぶりの復帰戦となった G3 カペラステークスでも堂々と2番手から抜け出し、2度目の重賞挑戦で優勝。父のパドトロワに嬉しい重賞初勝利をもたらしています。3区はこれまで4世代がデビューしており、函館にサイズステークスで4着、エーデルワイス賞で3着の後、中央の芝 1200m で2勝を挙げたエムティアン、ダートで2勝を挙げたパドカトルなど、3区は短距離に特化しているものの、芝、ダートを問わずスピード勝負に強い3区が多いように見受けられます。種付け料は受胎確認後30万円または3区誕生後の50万円です。どうぞ配偶後のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上パドトロワでした。続いての登場、真っ白な馬体、今年初年度3区がデビュー年度を迎えますスノードラゴンです。父アドマイヤコジーン、母の父は林剛です。デビュー間もない頃は持ち前のダッシュ力を生かしてダートの短距離戦を使われていましたが、レースを使われながらそのダッシュ力をレース後半に使えるようになり、5歳の春にオープン入り、5歳12月の重賞カペラステークスでは勝ち馬の同タイムの2着と本格化、6歳シーズン初戦のジャニュアリーステークスでオープン特別2勝目を挙げると芝路線へと矛先を変えてオーシャンステークスで2着、 G1 高松宮記念でも2着、北海道スプリントカップ2着の後キーンランドカップを挟んで、この年は新潟競馬場舞台に行われたスプリンターズステークスで G1 ウィーナーの仲間入りを果たしました。芝とダートを混ぜ込みながら文字通りの二刀流、個性派トップスプリンターとしての地位を築き上げ、2014年の JRA 賞最優秀短距離馬にも輝いています。父は最優秀2歳牡馬、そして最優秀短距離馬のアドマイヤコジーン、種牡馬としても2006年の JRA フレッシュマンサイヤーチャンピオンになった名馬です。そして母マイネカプリースは芝の短距離で3勝を挙げたスピード馬で桜花賞の5着馬、4代母ロイヤルサッシュからはステイゴールド、サッカーボーイ、湘南パンドラなど活躍馬多数の名門ファミリーです。芝ダートを問わないスピードと11歳まで現役生活を続けたタフな体質は3区に受け継がれるでしょう。3区の両親譲りのスピードにぜひご期待ください。種付け料は受胎確認後30万円と設定させていただいております。どうぞ配偶のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上スノードラゴンでした。続いては初年度3区がデビュー年度を迎えますレーブミストラルです。父はキングカメハメハ、母の父はハイエストオーナーです。晩年は怪我のために長期休養を余儀なくされましたが、3歳1月の初勝利から3連勝で G2 青葉賞に勝ち、デュラメンテやリアルスティールなどと顔を合わせたダービーに
4番人気で出走したクラシック候補馬の一頭でした。4歳の時には日経新秀杯に勝った活躍馬です。母のレーブドスカーはフランスの G1 勝ち馬で、阪神には無敗で G1 阪神ジュベナイルフィリーズを制し、最優秀2歳牝馬に選出されたレーブリソール。そして半径には青葉賞勝ちのアプレザンレーブなどがおり、母はこれまで JRA に出走させた3区10頭すべてが勝ち上がるという名繁殖牝馬です。成功しているキングカメハメハの種母馬の多くは母系にサーネサーレンスの血を持たないことが知られています。本馬にもぜひご期待ください。種付け料は3区誕生後20万円と配合しやすい価格に設定させていただきました。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、レーブリストラルでした。続いての登場はヴァンセンヌです。ヴァンセンヌ、父ディープインパクト、母はフラワーパーク、母の父日本キロウィーナーです。本馬は4歳春から苦経炎による長い休養がありましたが、5歳の秋に復帰すると4連勝で東京新聞杯に優勝、続く慶応杯スプリングカップ安田記念はいずれのレースも出走メンバー中最速の上がりタイムを記録し、8位馬と同タイムの2着と健闘、 G1 級の実力をアピールしました。これまで3世代の3区がデビューしておりますが、初年度3区の九州サンバ色ごとしはひまわり賞に勝ち、 G2 京都新聞杯5着、同じく初年度3区のロードベイリーフは芝 1200m の特別戦を3勝と、今年の飛躍が期待される一頭です。また2世代目の3区からは佐賀の三冠馬トゥルスウィー、高知優秀の優勝馬春のインパクトを輩出し、地方競馬のダービーシリーズを盛り上げました。こうした活躍を購買者の方々が見逃すわけもなく、昨年の北海道一歳市場においては上場された18頭のうち16頭が売却されています。今年度の種付け料は受胎確認後30万円または産区誕生後50万円となっております。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、ヴァンセンヌでした。続きまして、教養8年目バーディーバーディーです。父はブライアンズタイム、母の父はシーキングザゴールドです。現役時代には3歳2月までに3勝し、仕上がりの速さを見せました。 UAE ダービーへの招待を受けるなど、国内ダート路線では非凡な能力を発揮。3歳4歳時にはユニコーンステークスなど重賞を2勝、 G1 タイトルにはあと一歩のところで手が届かなかったものの、常に上位争いを繰り広げました。5歳になってもその力は衰えず、アハルテケステークスでは1分34秒4という好タイムで逃げ切り、東京ダート 1600m のレコードを樹立。その後は7歳まで35戦を走り抜けており、タフさも魅力です。父は名種母馬のブライアンズタイム、母の父シーキングザゴールドは血統地図を塗り替えつつある名馬ドバイミレニアムを輩出。牝系は北米屈指の名門、祖母の姉にアメリカ G1 9勝のスカイビューティー、曽祖母のメイプルジンスキーは1988年アメリカ G1 アラバマステークスモンマスステークスを優勝しています。種母馬として円熟期を迎えた本馬、2世代目3区のフリーフローは中山ダート 1800m 新馬戦を上がり最速で勝利。その後は東京 1600m でも勝利し、現在も鋭い末脚を武器に活躍中です。そして本馬の16分の15同血というのがアメリカ G1 5勝のポイントオブエントリー、そのポイントオブエントリー3区が昨年日本で大ブレイク、関谷記念を制しサマーマイルシリーズのチャンピオンに輝いたロータスランドをはじめ、4戦3勝で菊花賞に駒を進めたエアサージュなど
3区は JRA でデビューした7頭すべてが勝ち上がっており、同血統が日本競馬に高い適性があることを裏付けています。高い成長力、そして芝ダート問わずの名門血統構成、超良血のバーディーバーディーを今こそ見直す時ではないでしょうか。種付け料は受胎確認後20万円、3区誕生後30万円です。皆様ご検討のほどよろしくお願いします。続きまして、初年度3区が今年デビューを迎えますアグニ社員です。父はハービンジャー、母の父アグネス・タキオンです。本馬はデビュー2戦目にメンバー中最速の上がりタイム34秒6で初勝利を飾っています。将来を期待される存在になりましたが、屈腱炎を発症、長期の休養を余儀なくされ、この一生のまま惜しまれつつ引退することになりました。父のハービンジャーは G1 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスを11馬身差のコースレコードで圧勝した欧州の最強馬です。ディアドラ、ノームコア、プラストワンピースのほか、モズカッチャンやペルシアンナイトなど多くの活躍馬を送る名種母馬です。母系は種母馬のカタログに記載した通り輝かしい血統で、品系はディープインパクト、ブラックタイドを送るウィンドインハーヘア系、祖母レリーブロンドは無敗のままスプリンターズステークスへ駒を進めた伝説的な名馬です。今年度の種付け料は3誕生後10万円です。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、アグニ社員でした。続きましては、こちらも初年度3区がデビュー年度を迎えますレガーロです。父は AP インディ系のバーナーリに、母の父レモンドロップキットです。デビュー2戦目に初勝利を挙げると、続く持ちの騎乗も1分51秒7という当時のタイレコードで連勝、能力の違いを見せつけます。そして2歳ダート王決定戦全日本2歳優秀へと駒を進め、出走メンバー最速の鋭い末足で追い込み2着と健闘しています。 G3 レパードステークスは前残りの展開の中、やはり最速の末足で追い込んでの3着、重賞戦線で好走を続け1戦級で活躍しました。父のバーナーリには AP インディ直視のアメリカの3歳ボバチャンピオン、母のサンタテレジータもアメリカのオールウェザー 8.5 ハロンの G1 サンタマリアハンデの優勝馬です。シニスターミニスターやパイロなど今注目を集める AP インディ系の種母馬で、現役時代から500キロを超える雄大な馬格には可能性が詰め込まれています。種付け料は受胎確認後20万円、または3区誕生後30万円となっております。どうぞ配合のご検討のほどをよろしくお願いいたします。以上、レガーロでした。続いてご紹介いたしますのはスクリーンヒーローです。昨年はウィン・マリリンがカレン・ブーケドールやワールドプレミアなどを破り G2 日経賞制覇、そしてレイ・パパレやグローリーベースを破って G2 オールカマーも制したほか、クールキャットが G2 フローラステークスを制しています。またクリノ・ガウディは中京競馬場芝 1400m のレコードタイムを記録し、セントウルステークスでも3着など幅広い距離で3区が活躍しました。また自身が制したアルゼンチン共和国杯では昨年、マイネル・ビルトス、フライ・ライク・バードが2着3着と健闘しています。代表3区のモーリスが初年の3区から日本、そしてオーストラリアの G1 勝ち馬を出すなど、その地は日本国内のみならず世界に広がりを見せています。今年の種付け料はプライベート表示とさせていただいておりますので、種付けをご希望される方は
事務局までお問い合わせください。以上、スクリーンヒーローでした。続いての登場は、ハクサンムーンです。父はアドマイアムーン、母の父、桜爆心王です。2013年にはアイビスサマーラッシュ、そしてセントウルステークスに勝ってサマースプリントチャンピオンとなったほか、この年のスプリンターズステークスはロードカナロアの2着。入れ替わりの激しいスプリントカーにあって長く活躍し、2015年の高松の宮記念でも2着。この時はこの年の最優秀短距離馬に選ばれるミッキーアイルの追撃を封じ込めたものの、香港の歴史的な名馬であるエアロベロシティにコンマ1秒差の2着という惜敗でした。言うまでもなく本馬の武器はスピードです。強調させていただきたいのは、そのスピードを受け継いだ3区の勝ち上がり率です。明け4歳になった初年の3区は血統登録数13頭でしたが、 JRA で勝ち上がった3頭を含めて12頭が出走し、11頭が勝ち馬となっています。今年度の種付け料は受胎確認後30万円または3区誕生後50万円となっております。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、ハクサンムーンでした。続いての登場は日本ピロアワーズです。父はホワイトマズル、母の父アドマイヤベガです。本馬は3歳1月のデビュー以来一貫してダート路線を歩み続けて10勝7勝、2012年の JRA 賞最優秀ダートホースに選出されています。2012年のジャパンカップダートでは北高タルマエ、エスポワルシーなどを抑えてレコードタイムで優勝しています。3区の数には恵まれていませんが、昨年は2世代目の3区の4歳はシゲル補佐役がダート路線で活躍しオープン馬となりました。また初年度3区の日本ピロスクーロは芝の特別戦で2勝を挙げています。本馬はダートの比較的長い距離を得意としていましたが、父ホワイトマズルの芝ダートを問わない3区を出す特徴をしっかりと受け継いでいます。ダート系シボバが人気を集めるこの令和の時代にもう一度皆様方から再評価をいただきたいシボバです。種付け料は受胎確認後70万円となっております。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、日本ピロアワーズでした。での登場はシルポートです。父ホワイトマズル、母の父サンデースタイレンスという血統。本馬は現役時代小気味の良い逃げを武器にマイルから中距離路線のトップクラスで活躍し、 G2 読売マイラーズカップの連覇を含む10勝3勝を挙げました。昨年はマブストーク、ハクサンワイラックが JRA の1勝クラスを卒業したほか、石川ダービーを制した牝馬ハクサンアマゾネスが100番国賞、北国王冠、中日杯など金沢競馬の重賞競争を総なめにして年度代表馬にも選出されています。この馬の活躍もあって獲得した重賞タイトルの数は12にもなりました。父はレックススタッドで長く活躍してくれたホワイトマズル、その3区は昨年まで24年連続で JRA 勝利の記録を継続しており、今年はブライアンズタイムが記録した25年連続勝利に挑みます。ホワイトマズルの3区にもぜひ注目していただければと思います。種付け料は受胎確認後30万円または3区誕生後50万円となっております。どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。
以上、シルポートでした。本日最後にご紹介させていただくのは祭りだゴッホです。サンデーサイレンスのラストクロップも今年で13年目のシーズンを迎えます。一昨年の函館2歳ステークスを制したリンゴ姉が短距離のオープン競争で活躍したのに続き、昨年は新馬コスモス賞を連勝したウィン・アグライアが若駒ステークスに勝ってオークスに駒を進めたほか、ロイヤルパールスがオープン特別長月ステークスを勝って5勝目を挙げています。また岩手競馬に移籍したロードクエストが関レイ賞オールカップを連勝、 JRA の重賞を3勝し、 G1NHK マイルカップでも2着に入った貫禄を見せています。仕上がりが早く息の長い活躍をする3区が多いことから、その子供たちは市場での人気はまだまだ高く、昨年1歳市場に上場された6頭は全て売却されています。種付け料は主体確認後50万円です。貴重な存在となりましたサンデーサイレンス直視のグランプリホース、どうぞ配合のご検討のほどよろしくお願いいたします。以上、祭りだゴッホでした。